の方々がいる前でその、まあ、声とかはこうちゃんと意識してあの聞こえるようにっていうふうに意識してできたっていうのは本当にこの短い時間の中ではあのすごいできてた方なんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、アドリブ、即興力がないっていうアドリブがちょっと、まあ、弱いっていうのを自分で分かってて、だから原稿まで愛して作ったけど、それを、うん、なんかもっとこう頑張って覚えれれば覚える時間もたくさんあったはずなんだけど、その努力がちょっと見れなかったっていうのがちょっと見ててあって、そのやっぱり人に見せるからにはそのやっぱり自分のできる限りの準備をした方がいいんだろうなっていうのはあります。あと今今日いろんなの社会人の方にフィードバックもらったと思うので、あとはプランナーのプレゼンの方でこうそれを活かしてしっかりこう準備をして臨めれたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、どうも。